は間もなく9時になろうとしております。本日は2022年1月2日新年明けましておめでとうございます。今日はここ阪急は箕面駅から、新春恒例妙見山に初詣ランに行ってきたいと思っております。メンバーは純ちゃん、りゅうちゃんの2名です。それでは今日も元気に行ってみよう。ひっそりしてますね、はい、多分上の妙見のお参りは養蚕しておいてるんじゃないかなと思います、はい、走ったら温まりましたね、はい、はい、いいやつ書きました。終わった。時刻は9時35分、距離は 3.6 キロ。ここから、車道を左に折れて、ビジターセンターの方に向かいたいと思います、はい、走り続けるあれがありません、記録がちょっと歩き入れろ。はい、12月の30日に関西百名山第66座佐治木ヶ岳に行ってまいりました、はい、かなりの積雪でヘロヘロになって帰ってきました。あの雪ってやっぱりいろんなとこ使うよね、体のね、うん、バランスやらうんぬんやら。だから普段使わへん体幹部の筋肉とかもヘロヘロになってね、はい、ちょっとまだね言い訳が欲しいですけどね、癒えてないんですよ傷が。はい、今日はぼちぼち行きたいと思います。まだ編集もしてません。はい、編集しないといけないのがあと3本あります。監督はそんなことを言いながらもう寝てばっかりです。食うか寝るかテレビ見るか。ちょっとね持続力がなくてですねないですね。ちょっとやりだすとすぐ眠たくなるんですじいさんですねまず1本目が、高城山から犬鳴山の東明ヶ岳、はい、大阪五十山、はい、この次が、はい、見せてくれよじいさんその次が高野山の黒子道、はい、これはももさんのコメント、はい、行ったんですよ、ちゃんと行ったんですよ。リクエストにより行きました。そして12月30日のその佐治木ヶ岳3本お届けの予定です、はい、首を長くしてお待ちください。何じゃそれ。あらあら。こけるよ。キュッキュッ。おお。天井ヶ岳のとこですね。これ右にこっちに入っていくと、うん、山頂へ天井ヶ岳。なるほど。こういうことね。はい、じゃあまっすぐ行きます。おお。潰してるなこれ。まだ大丈夫。うまか？この辺はちょっとサクサクになってます、雪が。はい、10時25分、はい、距離は 6.5 キロ。ポコン。佐治山ドライブの続きに出ましたね。はい、これこっちですよ。あ、そうですか。はい、薄々そんな気がしたんですよ。はい、ここから出てきました。
じゃあ、滑らないんですか。いや、滑ります。いや、怖走られてる方が早いですほら、時刻は10時37分、はい、距離は 7.7 キロ、ハイキングに入っていきます。はい、うわ、すごいな。そんな山やったかいな。空が青いのがいいね。すごいミノーじゃないみたい。ほんまやな。ねえ、ミノーじゃないわこれ。でね、雪雪さっきも言ったけど、これズームアップ。見てこれ、枝から落ちてきたんかな。もう雪の結晶がキラキラでね、ほんと綺麗。マクロからミクロまで美しいよ。明け方大山、うん、八伏山がこっちやねんな。ああ、うん、うちはまっすぐやな。まっすぐ明け方大山の方へ向かっていきます。はい、今日のおやつ、星ネーブル、実家の実家で育ててるネーブルなんで、あの防カビ剤とか使ってないんですよ。うん、この皮がね、ちょっとパリパリしてるのがね、美味しいのね。うん、うまい。星のネーブル。鹿かな。目に映る景色すべてが綺麗だね。いや、さっきのね、葉っぱがね、緑の上に雪がね、パーって積もってる様子がね、本当日本庭園みたいでね、めっちゃ綺麗だった。雪道は本当綺麗やね。はい、はい、まっすぐまっすぐ行くと明け方大山コース外れます。丁寧、うん、なのでこっちの右に折れます。はい、右に折れて高山の方を目指します。はい、高山公民館のところに出てきました。時刻は11時41分。なんと2時間43分経過しております。箕面の駅からここまでだいたい10キロぐらいから。はい。普通で走ったら1時間半ぐらいか。そうですね。1時間ほど余計にかかってるわけですね。はい。しかも今 11.3 キロなので距離も若干伸びております。まあなかなかね、見ることできない箕面の綺麗な景色見れてね。うん。ここだけでゴールやったら何の言うこともない。ここもこうピューと駅に帰っていいんやったらね。まだまだ続きますよ。そうやね。
ちょっと気持ちを切り替えて、はい、はい、11時58分距離は 14.1 キロ、はい、金石橋の交差点に到着しました。押しボタンを押しました、はい、気温は4度です、はい、もうね、ハンガーの寸前ですね、はい、ここでおやつのミックスナッツを出し食べます、はい、ちょっと下から開けちゃったんですけどね、デイリーナッツ、これアマゾンで小袋何個入り20個ぐらい入ってるんですけど、これ便利なんですよ、うん、これね、家でのおつまみにもなるし、こうやっておやつにもなるし、入れ替えてます、はい、12時26分法輪寺に到着しました。金石橋からテクテクとゆっくり歩いてきました。下り坂は頑張って走ったんですが、上り坂はもはや使い物になりませんでした。距離は 16.1 キロです、はい、3時間28分が経過しております。ここからまた山に入ります、はい、入ります。ここですよ、はい、妙見山まで 4.8 キロ、はい、そこでお手洗いをお借りしました、はい、入ります。ねえ、雪が溶けてシャリシャリになってます。うん、我々だけです、この道は足跡はありません。鹿がさっき言ってました。あ、いてたね。ちょっと影になるとやっぱりだいぶあれやね。あ、そうだね、積もってるね。うん、キュッキュキュッキュ言う。はい、12時46分車道に出てきました。はい、車道に行くとこっちから来ます。これ何番ぐらいなんやろな、ね、入りたいとこは逆にあの法輪寺って書いてあるとこを入ってる。そこね、うん、何番かちょっとお待ちください。あそこで一休さんです。一休さん、出口は一休さん、はい、これが210ぐらいまでだったかな。はい、残り1キロのところに来ました。210です。はい、ここからトレイルに入っていきます。なんともう13時2分ですよ兄貴。距離は 18.9 キロ。はい、もう1時にはうどん食べてるつもりやったのに。もう積もってるね。もう少しだね、はいはい、やりました。あのこの鳥居をね、いつも横っちょから出てきてしまうんですよ。どうやったらこの正面からお参りできるかっていうのを検討してまして、はい、あのね、分岐がねあって、右と左に道があって、右にいかにもこっちに行けっていう赤いテープがついてるんですけど、そこを左に取ると蛇行しながら来てこうですわ正面、はい、これちょっと感動。これやっぱり正面から来たいよね。そうやん、いつもあの右の横から飛び出してきてたもんね。なんでこう、うん、あーやったね、これ嬉しいわ。1時14分、はい、距離は 19.4 キロです。はい、やりました。お初正面からの参り、いつもこっからできてんや。いや、こっち、あ、こっちか。そう横から、あれみたいな、どうやったら正面から来れんのって。だって言うたらさ、車道から駆け上るのもちょっとちゃうやん。まあ、ここがね、表参道って感じするわ。って可愛らしい。そうやろ、私ここの今みんなの前で楽しみにしてんねん。可愛いや。出ました。
勝したらここでのお茶券もらえんの。でも誰も入ってへんやん。もうやってないんちゃう。ああ、やってないかな。いい海だね。うん。はるばる来たね。うん。来ました、犬コーチ。ごめんなさいね。いやいや、なんで犬の子も。ひりちゃんも。はい、犬の子も今日買います。はい。ゲットしました。ここはね、いつも変わらずね、110円犬の子持ちいただいてみたいと思います。嬉しい。もうお腹ペコペコ。これもう柔らかい。見てこれ。ポロンポロン。いきます。はい。こしあんなんですよ。うん、しっかりしたよもぎでね、これ。ほんと柔らかい。おいしい。うん、うん、うん、言ってます。どうですか、うん、あの出店の回転焼きとかには目もくれずに猪子餅に飛びつきました。ここおいしい、はい、あったかい言ってます。110円安心プライスです、うん、栗が入ると200円です、うん、ほら、はい、目もくれませんでした。ケチか。ケチですね。はい、1時33分、はい、上杉尾根ルートの入り口に来ました。はい、15番です。20.2 キロです、距離は。こう振り返ると、こんなに止まるんですよ、お正月は。で、ここ。ここから入ります。はいはい、気をつけてね。こっちの道もあれやね、ちょっと溶けてるね。割とね、今軽装でね、うん、3人登ってこられたんでね、あ、そんなえぐくないんやと思った、うん、ちょっと 上からあれやね、雪解けの 木の水が垂れてくるね。雨みたいに冷たい。すぐ焦げかけてるね。おお。いてついてないだけマシやね、うん。はい、この道はね、日暮らしが鳴くときにもすごい感動したけどね、ここならではの景色よね、綺麗だよね、うん、ここ、ほんと程よいコース、うん、はい、2時3分、下山終了。お待たせしました。ご乗車ください。23.9 キロ、5時間15分の旅でした。亀谷さんは残念ながら満席でしたので、ちょっと自宅で打ち上げたいと思います。乗せ電に乗っております。